会社に育てられた恩は何があっても忘れないという、TBS アナウンサー、手藤愛さん。30代半ばで異例の抜擢も未だ通過点に過ぎず、将来は役員候補と目されています。今回は、手藤さんの気になる年収や自宅について迫りつつ、彼女の役職や秘めた野心にも目を向けていきます。手藤愛のプロフィール、愛称、手藤ちゃん、愛ちゃん、ごまちゃん。本名、手藤愛。生年月日、1985年、昭和60年、11月14日。身長、157センチメートル。出身地、大分県日田市。最終学歴、青山学院大学文学部卒業。所属事務所、TBS テレビ。目次、手藤愛の年収は推定2000万円以上。手藤愛の自宅はタワマン。手藤愛は役職名が長い。課長待遇&役員候補。手藤愛の年収は推定2000万円以上。TBS 系列で彼女の顔を見ない日はないのではないか、と思えるほど多忙な毎日を過ごしているというアナウンサー、手藤愛さん。手藤さんの年収はどれくらいなのか気になる方も多いのではないでしょうか。調査してみたところ、推定2000万円以上という、驚きの高収入を得ているのではないかという結果となりました。手藤さんご本人は自身の収入について一切公表していないため、あくまで予想であり参考程度となります。元 TBS アナウンサーによる証言、30代で1500万円以上。2018年に退職した元 TBS エグゼクティブアナウンサーで、その後フリーアナウンサーとして活動している安藤博樹さんが、TBS 時代の年収について言及したことがあるそうです。テレビ東京系列のバラエティ番組に出演した安藤さんは、TBS アナウンサーの給料は30から40代で1500から2000万円だったと証言しました。番組内では驚きの声が聞かれ、同時にネットでも反響は大きかったようです。1500万円以上というと、日本のサラリーマンの平均年収の3倍以上ということになりますね。2023年現在37歳でアラフォーの手藤さんは、少なくとも年収1500万円以上、2000万円に近いのではと思われます。大体30から40代で1500から2000万円くらい。高かったです。引用元、TBS 時代は、30代で年収1500万、安藤アナ明かしたお給料は、妥当か、シェイキャストニュース。TBS の平均年収から予測、手藤さんは、2023年で TBS 入社14年目の37歳。多数の番組に出演している人気者ですが、あくまでもテレビ局のアナウンサーであり TBS の社員です。民放テレビ局のアナウンサーは会社員ですので、テレビ局社員の平均年収から、おおよその年収を推定できるのではないでしょうか。有価証券報告書から予測される TBS の近年における平均年収を見てみると、多少の上下はあるものの、おおよそ1600万円前後になるようです。年代別に見ても30代後半で1500から1800万円ほどのようなので、元 TBS アナウンサーの安藤さんの話にも符合します。TBS ホールディングスと TBS テレビは、分社化して別会社となっている点に注意が必要ではありますが、説得力のある数字だと言えるのではないでしょうか。さらに、手藤さんは課長待遇だということで役職手当があり、400万円以上加算されるとも言われています。その他に、時間外労働や深夜勤務手当などを加味していけば、2500万円以上もあり得る計算になると思われます。手藤さんの年収は、
少なくとも2000万円弱、最大で2500万円ほどと考えることができます。ちなみに、日本における年収2000万円以上の人の割合は 0.5% ほどだそうです。成功しているフリーアナウンサーでは、もっと高収入の方もいるそうですが、TBS のアナウンサーは思っていたよりもらっているなと感じる人も、少なくはないのではないでしょうか。江藤さんをはじめ、いつものテレビで見かけるアナウンサーへの見方が、少しだけ変わってしまいそうですね。江藤愛の自宅はタワマン、江藤さんの自宅は、当然ながら非公開です。外観や間取りはもちろん、戸建てかマンションかも含めて情報はありません。TBS の顔とも呼べる人気女子アナウンサーですから、何かあってからでは遅いですし、仕方ありませんよね。しかしながら、江藤さんのブログに、部屋ではいつも同じ場所に座っている、広いキッチンの部屋があればいいな、といった記載がありますので、もしかしたら、自宅はマンションなのかもしれませんね。キッチンが広い間取りの部屋があればいいのにな、キャレットキャレット。引用元、キッチン、江藤愛の愛言葉、さらに、買うべきか賃貸がいいか、物件を見るだけで夢が広がる、とも書かれています。TBS はやめないと公言している高収入の江藤さんのことですから、きっと TBS に近い立地の高級タワーマンションに住まわれるのでは、などと想像してしまいますね。いろんな物件を、見るだけで夢が広がりますよね。引用元、22分の4中井くん決めて、江藤愛の愛言葉。江藤愛は役職名が長い、課長待遇&役員候補。江藤さんは2021年からエキスパート特任職トップスペシャリストという役職に就任しています。正式には、TBS テレビ総合編成本部アナウンスセンターアナウンス一部エキスパート特任職トップスペシャリストアナウンサーと言うんだとか、一般企業で言うところの課長にあたるポストだそうです。普段、上司や部下から役職名で呼ばれるときは、何と呼ばれるのでしょうね。まさかフルで呼び合うのでしょうか。ものすごく長い役職名なので噛んでしまいそうですが、アナウンサーなら余裕ですよね。同じポストには、Nスタなどでおなじみの井上貴博アナウンサーがいます。アナウンスセンターの課長にあたるポストですから、就任当時、先輩アナウンサーを差し置いて江藤さんが昇進したことが話題になりました。しかし、江藤さんのアナウンサーとしての人気と実力、これまでの局に対する貢献を考えると異論は少ないそうです。昼の時間帯で長年トップの視聴率を誇る情報番組、昼帯にアシスタントとして出演し、CDTV の司会を担当するなど昼夜を問わず活躍しています。さらに、TBS を辞めるつもりはなく仕事が楽しいと公言していることも、昇進に少なからず影響を与えているそうです。江藤さんは、TBS という看板、最初を守り盛り上げていくというし、思っており、TBS に育ててもらった、という気持ちが強く会社愛が強いのだと言います。それでいて視聴者からの評判も良いのですから、TBS としては彼女を大事にしない理由が何もありませんよね。江藤さんは、将来は役員候補と目されていると言います。本人も、役員になるのもいい、と語るなど、会社愛だけでなく野心も兼ね備えた替えの利かない人材と言えそうですね。江藤アナも将来の役員候補だとみんな思っていますよ。引用元、TBS 江藤愛アナ、深川照之の代役 MC で高まる評価局内からは、役員候補の声も、ニュースポストセブン。